前にね、はい、抱負、ああはい、抱負ね、の話をしたと思うんですけど、はいはい、まあ今一度、はい、しとこうかなと思って、はい、抱負、今年の抱負は何ですかとか聞かれて、はい、聞かれたらどういう、弟子、うん、今年はあんまり物を壊さないようにしたいです。だそれが間違いやいう話を前にしたことあんねんけどもう忘れてんやろどうせ。はい、だって弟子ですから。でも待ってたでしょ、うん、待ってた、その間違いの答えを待ってたんやけどさ、ほら合ってるもん。だから例えば今年の抱負は何ですかって言ったら大体が体重を10キロ減らしたいですとか、うんうん、さあ例えば、まあ、YouTube やったら登録者数を1万人にしたいですって言うんやんけ、うんうん、まあ、それは間違ってるよっていう話を前にしたんですけど、うん、はい、どういうことかっつったら、うん、体重10キロ減らしたいですは目標なわけ、うん、で抱負っていうのは何かっつったらその体重10キロ減らしたいですっていう目標に、目標を達成するために何をするかが抱負なわけ、うん、はい、だから具体的に言ったら体重10キロ減らしたいです、うん、でその抱負はっていう目標に対する抱負は、うん、毎日ジムに通って、うん、筋トレしますとか、うん、食べ物を1日2000カロリー以内に抑えますとか、うん、それが抱負なんやな、うん、お分かりいただきましたか。はい、まあ、それはいいとして、それはまあただ単なるおさらいで、はい、話の導入で、今年のこのチャンネルとしての抱負よ、うん、思いついて、はい、今間があったけど何やったっけとか思いながら抱負を思いついて、抱負というか目標は別にないんだけどな、うん、まあ、この前の目標は最近さ、はい、動画上げてもさ、うん、再生数がもうズタボロやんまあええねんけど別にそれはまあそれ自体は別にええねんけどさ、うん、まあ割とさフェミニストとか夢にゃんとかやってた時期はもう割と回ってたやん、うん、で今それもなくなる、なんか夢にゃん叩きとかフェミン叩きにも飽きてきたからさ、飽きてきたのもあるしさ、ネタがないんですよね、まあ、ネタがもう今ないやんか、うん、夢にゃんフィーバーも終わったし、うん、うん、まあ、叩くこともないからさ、うん、ほんでそういうでかいね、ビーガンネタもそうそうないし、うん、ないなと思ってさ、うん、でなんかどうでもいい話をしてたら全然再禁酒断酒コンテンツも思ってたより全然回らへんしさ、俺めっちゃいいこと言うてると思ってんだけどな、禁酒断酒に関しては、うんうん、全然分かってくれへんみたいで、まあ、回らへんから、まあ、別にええねんけど、その再生数でもどうせやったら再生回った方がお金も入ってくるしさ、うん、いいじゃん、うん、うん、ねえと思ってて、なんかないかなと思ってて、いろいろ YouTube とか見てたんや、うん、そうしたらいいのがあったんや。あったんですね。今までいろいろやってきたんや俺らも、うん、フェミ叩き、ビーガン叩き、エコ叩き、はい、まあなぜ変なやつ叩きやわな、うん、なんか新たなジャンルを見つけたよ。来たんですか。来ました、新たな叩き対象来ましたか。 EV 叩きです結局また叩くんかいってEV 叩きです。あれ前にさ、あのうちの前からの視聴者さんは分かってる、知ってる人もいるかもしれないけど、あの伝説の EV 論争、はい、あって覚えてるやろ、もう盛り上がったの、盛り上がった EV 論争、はい、もうだいぶ初期の頃の生配信で、はい、俺は EV の悪口言ってたよな。言ってましたね。そしたらなんか EV 信者かなんか知らんけどさ、はい、いや EV はいいですよとか大丈夫ですよとか言ってて大喧嘩になったことあるね。伝説の大喧嘩になったことあるよ、はいはい、あれよ、はい、
あれ、ほんでな、まあ、俺が EV 嫌いなんやけど、はい、EV 嫌いっていうか、別に EV 乗りたかったら乗ったらええと思うんだけど、うん、それをなんか政府がさ、うん、押し付けてこようとしてるやんけ、今。うん、それが気に食わんねんけ。そう、例えばヨーロッパとかイギリスなんて2030年から EV だけにするとか言ってんやがんねんで。で、それもなんか習ってさ、日本もなんかそんな風な風潮になってきてるからさ、いやいや、別に勝手に乗りたかったら乗ったらいいですけど、別に世の中 EV だけにするってそれは嫌やんけ、そんなもん。うん。デメリットだらけのクソみたいな、もう、押し付けられたら。だから、腹立つなと思ってたやん。でな、はい、まあ、EV 嫌いなんや。その EV、うんうん、まあ、EV 嫌いやわ。もうはっきり言って。EV なんて乗ってるやつ、頭はおかしいかなと思ってるわ、はっきり言って、こんなもん。アホじゃねえなと思ってるけど、ぶっちゃけ。まあ、まあ、用途にもよんねんけどさ。んでな、その思ってんのは知ってるやろ。うん。弟子、俺が EV 嫌いな知ってるやんか。知ってます。弟子も別に、俺の言うことに賛成やろ、そんな。どっちかっつうと。EV なんて不便だらけや、つって。師匠の話を聞い、その EV 自体を弟子はそこまで知らなかったので、うん、うーんぐらいだったんですけど、師匠のお話を聞いてると、ああ、不便だなって思うから、うん、その師匠ほどのレベルで嫌いまではないけど、師匠と同じ熱量はもうないですけど、まあ俺の言うことを聞いてたら、うん、ああ、そうやなと思うやろ。うん、とは納得はしますね。うん、欲しいか言うと欲しいけ、EV。うん、やだ。嫌やろ、うん、やっぱり嫌やろ、やだ。ほんで、そう思いながら生きてきた俺なんやけど。うん。ね、こう、最近さ、まあ、ゆっくり動画かなんか、まあ、いろんな動画で、うん、たまたまな EV、なんか、ヨーロッパで EV が大崩壊みたいなさ、うん、EV 叩き動画がおすすめ出てきたんや、たまたま。うんうんうん、で、俺 EV、ただきには賛成やから、どれどれと思って見てみたいな。なんかまあ面白かったよ。うん。まあ大体 EV のデメリットをさ、あげつらってるわけ。で、なんか EV を推し進めてる EU とか中国がもうおかしなことになってるみたいな話でさ。うんうん。で、それ見たら、うん。一個見たらさ、YouTube っていろんなその関係のやつがおすすめ出てくるようになってくるやん。うんうん、もうね、次々に出てくるのよ。EV。EV はあかん。うん、EV はあかん。みたいな。EV あかん動画が、いっぱいあって、うん、で、しかも、EV あかん動画がもう何十万とか、再生されてる、ね。うん。あ、これ、一大ジャンルになってるぞと思ってさ。マジで得意分野だぞと。EV 叩きもうジャンルになってるわと思って、うん、これはジャンルやもうすでにと思って、うん、EV 叩きっていうだからフェミ叩きもまあジャンルやんけ、うんうん、一種の、うん、で EV 叩きがジャンルになってて、うん、フェミ叩き動画よりもむしろ再生取れてるぞぐらいの、うんうん、大体何十万何十万何十何万とかさ、うんうん、10万単位やねんか再生が、うんうんうん、あこれええわと思って EV ただ来てるで今と思ってさ、うん、かつて俺が今フェミ来てると思ってさ、うん、フェミに食らいついたやん、うん、フェミただき始めたら、うんうん、フェミただき始めたら伸び始めたやんこの、うんうん、チャンネルもさあ EV ただきしようと思って今年ははいだから、うん、あの最初の話に戻すと、うん、今年の目標は、うん、再生数をまあまあな数に戻すが目標や。はい。まああの1動画1000最低でも1000再生ぐらいにはしたいっていうのが目標や、うん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 、でそのための抱負が EV 叩きです。はい。以上です。はーい。